イエスは愛で満たす、聖霊で満たす、私の心の中を。イエスに今すべてを委ねて生きよう。主は私を満たされる。我が主イエス、私を満たす。我が主イエス、愛をもて。Good morning! おはようございます。今日あなたに送りたいデイリーの言葉。魂のロッカー、ジーゼスの言葉、この言葉はルカの福音書11章9節の言葉です。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。このイエスの言葉はどういう流れの中で、語られたかというと、このルカの福音書の11章の1節、イエスはあるところで、さてイエスはあるところで祈っておられた。やはりイエス、魂のロッカー、ジーズスは町や村を巡り歩きながら、宮でも話しましたけど、外の群衆たちにも話しました。また奇跡を行いました。神の御業をイエスは自ら神に使わされた独り子として、メシアとして、その御業を表していったわけですよね。周りの人たちはこの方こそ待ち望んでたキリストなのだろうか、いや預言者なのだろうか、いろんな賛否両論の意見はありました。まあパリサイ人たちは目の上の炭鉱部でした。まあ、イエス様がなさるいろんな技を弟子たちは見てて、ある時イエスが祈っておられるのを見たわけです。ここに静まって私が神であることを知りなさいというイエスの、その詩篇の言葉がありますけど、イエス自身がやっぱり静まって父なる神との親睦交わりの時を持ってたわけですよね。いかに私たちにとっても携帯電話が充電器が必要なように、私たちの魂も充電される必要があるということを、この一節の箇所だけからでも垣間見ることができます。そして弟子の一人がヨハネが弟子たちに祈りを教えたように、私たちにも祈りを教えてください。イエスの秘訣は祈りにある、そう思ったんでしょうね。で、ジーザスはこのように祈りなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日々の糧を毎日与えてください。私たちの罪を許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを許します。私たちを試みに合わせないでください。そしてイエスはその祈りを伝えた後、ある例え話をするわけです。ある人の家にお客が来て、友達が来て、おもてなしするものがないので、彼は自分の友達のところに行って、もう真夜中になってます。パンを3つ貸してくれないかというわけですね。そしたらそこの人が、もう俺ら寝てんだよ、子供も寝てんだよ、戸締まりもしたんだよ、頼むよ、参ったなっていうような感じだったんですよね。でもね、その人に、その人がそう答えても、真の友達だったら何かしてくれるだろうってイエスはその例え話で言うわけですよね。その後
求めな、そうすれば与えられるから、探しな、そうすれば見つけるから、叩きな、そうすれば開かれるかって話をするわけですね。で、子供が親にパンを求めるときに、その魚を求めるときに蛇与えるような親いるって、卵を求めてるときに、サソリ与えるような親いるって、悪い父親だって子供に良いものを与えたいなら、なおさらのこと地なる神に聖霊を求めるなら聖霊与えない方だろうかって、そういう内容の話がそこで繰り広げられるわけですよね。まあ、ジーゼスの働き、その力の背後に祈りがあった。その祈りがジーゼスに神の御業を行わすパワーとなった。私たちもやっぱり祈る必要があるわけですね。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるとパウロは言っています。やはりクリスチャンがやっぱり大胆になって、迫害を恐れず、殉教しながら述べ伝えることができたのは聖霊の力ですよね。生きることはキリスト、死ぬことは益です。永遠の命が与えられているもの、この地上に執着心はない、されど生かされているものとして神のしもべとして神の栄光を表していきたい、そういう諸先輩の人たち、そういうたちの働きの中に圧倒的な聖霊の力が働いているのは間違いないことですよね。私の名によってこれから聖霊を求めなさいともイエス様は、あの晩餐の夜弟子たちに語りました。後に弟子たちは一つどこに集まって祈って、聖霊の力に満たされて大胆な主の証人となって、その聖霊の働きが今に至るまで流れているわけですよね。皆さん、私たちも祈っていきましょう。そして祈りを大切にしましょう。祈りは父なる神との交わりの時間です。そして自分の罪を示され、イエス・キリストの十字架を見上げ、そして許されていることを体験する時間です。許せない人のことを委ねて、その人のために祈る時間です。日々の糧が与えられていることを感謝する時間です。また父なる神が崇められる聖なる方であり、この方がすべを治める方であり、私たちを許してくださる方であることを体験する空間です。また御国がもうすでに来ているということを自覚させられる、そういうひとときでもあります。そしてまた誘惑に負けやすい私たちに、神様を守ってくださいとより頼む時間でもあるわけですね。そして祈りの中で聖霊を働きます。ぜひあなたもジーザスがあるところで祈っておられたように、私たちも日々の生活の中で間を作って、主との祈りのひととき、交わりの時間を持つことができますように。今日の一日が素敵な一日となりますように。 Have a good day.